して放浪者の物語は始まった。 And so began the story of the wanderer, the vagrant. The Phantom Pain, Vagrant Story.終わったのか。あ、シュリーラやつに、うん、ははん、なんでキャストっつってね、これ。いろいろ名前出てるわ。ティーガー兄一、バルトルバの名前とね、坂口博信ね、竹地さん、鈴木さんね、松野康美さん、今何してんの本当に。なるほどね。これでまあ終わったわけですね。このね、ベイグラントストーリー、私ね、本当に記憶の中ではね、もう超美化されて、超ウルトラ神ゲーだったんですよね。なんですが、まあ20年近く前のゲームだったので、果たして本当にね、神ゲーだったのかどうかということをね、ちょっと、ほとんど記憶なくなったんでね、今回改めて、そのね、再プレイすることでね、ちょっと確認したんですよね。で、まあ20年経ってやり直した感想を言うとですね、インターフェース的に非常に問題のあるゲームですね、これは。まあ、主にそれは、なんだろう。まあ、操作面だよね、まずその武器の切り替えがめっちゃめんどくさい。ね。だから今だったらね、そのダークソウル的なね、インターフェースにしてしまえばもっと簡単に武器切り替えとかもできたと思うんですよね。まあ、それがね、毎回その、ね、ミニ画面開かないといけないというのが非常に鬱陶しいのと、あとこの魔法の待ち時間が非常に鬱陶しい。これサマンサかな？サマンサめっちゃ可愛いやん、これ。うん、そう、魔法の待ち時間がかなり地獄でしたね。うん。で、まあ、ゲームをプレイしていてストレスを感じるのはその2点。その2点が非常に鬱陶しかった。で、あとはね、まあ、グラフィック的な問題ですよね。その、荒い、非常に荒いのんとね、もう暗すぎて何してるかわからんみたいなのが、まあ、ちょっと若干問題ではあった。まあ、でもそれはね、まあ、技術的な問題なので、まあ、いいとしましょう。で、まあ、でも、なんでしょうね。そこまでは本当にその技術、テクニカルな問題なんですよね。その当時の技術を考えたらね、まあまあやってる方だと思うんですよ。で、このゲーム私やり直して決定的にダメだなと思ったのは、その、チュートリアル的な要素がね、やっぱ足りない。私、これ多分ね、その当時ね、発売された時っていうのは、多分、アルティマニアかなんか多分その攻略本があると思うんでね、そういうのめっちゃ読み込んでね、何回もやり直したと思うんですよね。うん。だからその初見で、私今回もほとんど記憶失って何も覚えてないまま初見で一応ね、最後まで行きましたけど、これ、完全な初見でね、システム理解してやるのは結構厳しいですよね。実際私、あんまりよくわからないまま終わってる部分ありますからね、システム。そこをね、なんかさ、いろんな武器をあらかじめ準備しておいてさ、その試せる環境を作ってね、自分で試行錯誤ができるようなチュートリアルをなんか作ってないという、このシステムへの、敷居の高さですよね。システム、私ね、このベイグランドストーリーのシステム非常にいいと思うんですよ。非常にいいと思うんですが、システムを理解する術がないので、うん、それが結構絶望的にダメですね。うん。そのチュートリアル的なものが充実していればね、これ非常にいいゲームだったと思いますね。でもこのゲームの最高にいいポイントは世界観ですよね。非常にまあ、ファンタジーなんだけど、いわゆるダークファンタジーというやつですよね。うん。ダークファンタジーなんだけど、そのダークソウルみたいなちょっと抽象的なものではない、割とはっきりしたストーリーを持ってきてね、この、うん、ダークファンタジーに仕上げているというのは、これ非常に大人っぽくていいお話ですよね。うん。ローゼンクランツとギルデンスターンという名前もですね、これまあ、知ってる方はね、知ってると思うんですよ。まあ、私、本編で触れませんでしたが、これはハムレットに出てくるね、登場人物でね、ローゼンクランツとギルデンスターンというのが、まあ、結構有名なやつがあって、そっからスピンオフ的になんか演劇になってたりもするんですよね。うん。まあ、そういうその非常に脇役なんですが、有名なキャラみたいな名前も使ったりとかっていうね、そのいろいろ大人っぽい要素もたくさん盛り込んで、最後ね、まあ、いろんな人ね、夢がついえて、どんどんなくなっていく。ね。その中で、果たしてアシュレイはどうなったのか、あれは、なんでしょうね、魔党の力を受け継いだのか、みたいなね。うん、そんな感じで、ね、話が終わっていくと。うん。で、まあ、エンディング迎えて私が今こんだけね、ベラベラ喋ってるってことは、やっぱそれなりにね、すごく心に響くものがあったってことなんですよね。だから、これは間違いなく名作なんですよ。
名作で、まあ、神ゲーかっていうところがちょっとね、神ではないのかなっていうのはね、ちょっと思いますね。それは一重にチュートリアルのなさのせいだと思いますね。システム的なものはね、これはもうハードの限界なんですよね。だから今リメイクをすれば、そのシステム的なものはね、全部多分もう少しね、ストレスないものにね、作り変えることはできるでしょうが、それプラス、例えばそのさ、アシュレイのなんかなんだろうね、その昔の時代のなんか傭兵みたいにさ、やってる時のね、お話とかをチュートリアルで作って、そこでシステム理解させるとか、そういう感じのをね、入れていくと非常にいいゲームになると思いますね。ね、でもこの手のなんだろう、もうこういうのはでもやっぱり今の時代ここまでその技術的にね表現力が高まってくると多分需要がないですよね。アクションなんだろう、攻撃するときにさ時間止めてスフィアを出して攻撃するみたいなね、ああいう感じのは多分もう今この時代の技術からするとちょっと時代遅れ感はありますよね。もっとリアルタイムにね処理してね作っていきますからね。だまあ、まあ言うたらこれをさ、ちょっと発展系にした形がそのね、ファイナルファンタジー12的なもんって考えれなくもないですよね。うん。だから、まあそういう意味ではやっぱりベイグラントストーリーというのはね、この一つの時代ですよね。ゲームが進化していく中での、この時代、2000年という時代における最高到達点であったと。で今から振り返ると、これはやっぱり歴史の遺物ですよね。うん。今やって、今他のゲームと並べて、その神がかっているゲームではない、しかし非常に価値はある、あの当時ここに到達したというね、うん、そんな感じですよね。だからまあ松野さん最近何をねされてるのか私存じ上げないんですけれども、まあそんなに名前を聞かないので、そんなに、まあ、本人がもうあんまりあれかな、やる気がないのかもしれないですが、この当時のゲームで活躍するね方とやっぱ今のこの時代で活躍する、やっぱ少しねなんか求められる才能も違う気がするので、まあ、松野さんはこの時代が黄金期だったのかなという気がしますよね。ファイナルファンタジーの生みの親のね、坂口さんもね、あの当時だからこそのあそこまでやったね、業績を残された方であって、今もまあね、ゲーム関係の仕事をされているようですけれども、すごく大きな業績を上げていらっしゃるわけではないので、やっぱあの時代の方なんですよね。うん。時代時代でね、まあ、いろんな方が活躍されて、こうやってゲームがね、ここまで進化してきたという、めっちゃ喋ってますね、私。それぐらいで、ベイグラントストーリーと思い出が深いんですよね。最後に、この、バルドルバ公爵のね、幸せそうな肖像画で終わって、フィナーレということになりました。というわけで、私の、非常に思い出深いね、大好きなゲームですが、ほとんど記憶残っていなかったものをね、こうやってやり直して皆さんに紹介ができるということがね、これもね、この YouTube というね、この今のね、技術があるからこそできたことでね、リスクブレイカーのランクもね、デストロイヤーまで上がりましたということで、マップは 72% までということなんですが、これ今がね、2000年代ならね、これをやり直してね、100% までやり直すところなんですが、今回のところはここまでということで、皆さんとはね、このベイグラントストーリーの旅はここまでということです。アシュレイの旅はこれからも続いていくわけですけれども、皆さんと私の旅はここまでということで、はい。では、またですね、他のゲームいろいろやっていきたいと思いますので、他のゲームでお会いしましょう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた何か次回の動画でお会いしましょう。